リンカーン MKX はアメリカのフォードモーターが同社の高級車部門にあたるリンカーンブランドで製造、販売している中型高級クロスオーバー SUV である。2005年に生産中予されたアビエーターの後継として2006年1月に開催された北米国際オートショーにて発表され、2006年12月に販売が開始された。前身のアビエーターがボディオンフレームシャシーの古典的な SUV だったのに、対し MKX ではユニボディ構造のクロスオーバー SUV に生まれ変わっている。プラットフォームはフォード CD3 プラットフォームを採用し、姉妹車のフォードエッジとはボディシェルも共有する。ボディタイプは5ドアのみ。Vista Roofと呼ばれる大きな面積のグラスサンルーフを持つことが特徴である。エンジンはデュラテック35と呼称される新開発の 3.5 リッター V 型6気筒 DOHC を搭載。最高出力 269PS、6250RPM、最大トルク 34.6kgm、4500RPM を発揮する。トランスミッションは GM と共同開発の6速フロア AT のみが用意されている。2010年1月には、北米国際オートショーで、フェイスリフトを受けた2011年モデルが発表された。エンジンは 3.7 リッターのデュラテック37に、換装され、最高出力 309PS、6500RPM、最大トルク 38.7kgm、4000RPM を発揮する。日本へは、フォードジャパンリミテッドにより2008年9月から、正規輸入、販売が開始された。なお、日本仕様は、ナビゲーターと異なり、右側の視覚確認用のサイドアンダーミラーの代わりに、小型カメラを装着している。2014年4月20日、北京モーターショーにて、MKX コンセプトを出展。2015年1月13日の、北米国際オートショーで、新型 MKX を発表した。同年4月20日には、上海モーターショーで中国初公開されたエンジンは、北米向けが V6 3.7 リットル TIVCT な及び V6 2.7 リットルエコブースト直噴ツインターボの2種類、中国向けは V6 2.7 リットルエコブーストと時価 4.2.0 リットルエコブーストの2種類となる。いずれもセレクトシフト6速 AT と組み合わせられる。駆動方式は FWD とオードの2種類。MKX は360度カメラを装備する最初のリンカーン車となる。カメラはフロントグリルのリンカーンエンブレムの中に装備され、駐車支援などに使われる。また、ハーマン社の最高級ブランドであるレベル、オーディオシステムも装備される。2019年モデルよりマイナーチェンジを行うとともに、ノーチラスへと改称された。ありがとうございます。